スポーツです。今月27日に開幕する全国高校ラグビー、6年ぶりの出場となる県代表の松蔭福島は大会2勝を目標に掲げ、高校生ラガーマン憧れの聖地花園での年越しを目指します。今長い笛が吹かれました。決勝戦前半がスタートしました。今年10月、いわきグリーンフィールドで行われた高校ラグビー県大会の決勝、松蔭福島がライバルのいわきを破り、6年ぶり2回目の花園出場を決めました。いわきを倒すっていうのをずっとこの1時間思い続けて戦いました。今までやってきたことが本当にやっと報われたって感じで本当に最高です。1月にいわきさんに負けて、この日のことを考えなかった日はなかったです。花園に連れてってもらうだけなので、素晴らしく成長した姿嬉しかったです。今年の松蔭福島の特徴は何といってもスケールの大きさ。密集でプレーすることが多いフォワード陣のうち4人が体重100キロ超え。伝統のドライビングモールと縦の突破を起点とした力強い攻撃で見事県大会優勝を果たしました。このチームの中心となる選手は、もう大黒柱はキャプテン の渡辺辰徳ですね。彼のチームなので、田中監督が全幅の信頼を寄せているのが、中学時代は野球部に所属し高校からラグビーを始めた松蔭福島の若大将こと渡辺辰徳キャプテンです。お父さんが巨人の大ファンで、名前の辰徳は巨人の原辰徳監督が由来。花園に向けて、怪我人も復帰してベストメンバーでできると思うので、テレビの前の、福島県民の方たちが、元気になるようなプレーをしていきたいと思ってます。松蔭福島と花園初戦で火花を散らすのは広島代表の尾道。尾道は今年で広島県大会を14連覇した花園常連校です。ディフェンスがかなり上がってくるチームだと思っているので、そこに対してどう自分たちが前に出れるかっていうのが鍵になってくると思うので、本当にフォワードの縦が結構、頑張らないといけないかなと思ってます。尾道とは震災後練習試合を行ったこともある間柄といいますが、初戦突破はもちろん、チームの目標は一つです。一戦一戦しっかり大切に戦って、花園2勝ですね、必ず2勝をして、正月超えて帰ってきたいなっていう気持ちは何一つ変わってないです。花園2勝で年を越すことです。いわきに勝ったこそ、いわき高校の分まで、福島県の高校ラグビーがをやってるチームの分まで、本当に花園で、いいプレーや、福島県民の人たちに笑顔を届けられるようなプレーをしていきたいと思ってます。全国大会で2勝し花園で年越しを、この目標を胸に松蔭福島は今月27日高校ラガーマン憧れの聖地花園で尾道との初戦に挑みます。